今日はですね、ラマダン初日の夜の食事会に招待していただきました。2021年4月13日、イスラム圏ではラマダンの初日です。イスラム教徒でない限りは特段意識をすることもないですし、日本にいる限りはもう全く何それっていう人も中にはいると思うんですけれども、まあ、断食付きですね。1年に1回、イスラム教徒たちが、日中の時間断食をする、そのような1ヶ月の期間です。日が暮れたら食事をすることができます。日中は水も飲むこともしないということで、でその期間は結構耐え忍ぶ期間なのかなという私印象だったんですけれども、夜の時間帯は、まあ、ちょっとお祭りのような、まあ、そのような、家族みんなで集まって食事をしたりとか、そういったことをするそうですね。でなんと今日はですね、ラマダン初日の夜の食事会に招待していただきました。なのでエジプシャンの現地の方のお宅にお邪魔して、一緒に宴会の食卓に着かせていただくということです。すごい機会ですね。ラマダンを概念ではなく肌でまた舌で体験できるということで、実際に私自身は断食はしていないんですけれども、その宴に呼んでいただけるということで、まあこれは非常に貴重な機会になるかなと思います。全くどういう雰囲気なのかわからないんですけども、楽しみにしていきたいと思います。今日お邪魔するお宅に到着しました。早速中に入ってみましょう。ハロー、サラム、アサラムアライクム。アライクムサラム。すごいじゃん、こんな立派な。ラマダンソング。あ、レム。Very old. This song maybe 70, 80 years old. おは。めっちゃラマダン、ラマダン言ってる。これはもう古くから歌われてるラマダンの歌らしいです。まあちょっとこれはまあ全くね、同じってことじゃもちろんないですけど、イメージ的には日本のお盆とかお正月とか、アメリカでいうサンクスギビングデーとかクリスマスとか、とにかく家族みんなで集まって顔を合わせて食事をしたりするということですね。非常に面白い。Do you like Ramadan? Yes. Tamago.حتى السخن عيش لما الخي هات عيش هجر من الزوم جنبه なんかいきなりもうね、食べ始めちゃいましたけど、家族みんなでいただきますして食べるとかじゃないですね。もうお腹空いてんのか知らないですけど、もうすぐね食べ始めましたね。家族でバラエティを見ながら食事っていうのは似てますね。家庭の味はね、やっぱ特別ですよ。レストランとかでは食べることができないファミリーの味、お母さんの味、これはね、こんな体験できないですよ。最高。めっちゃ美味しい。庭に自生してたルッコラ。うん。
ラジーズ、おいしいというね、意味です。シュクラブ。食後のデザートです。マハラビアプディング。いただきましょう。さて、なんか見た目はミルクプリンですね。うん。ああ。めちゃくちゃ砂糖たっぷりのミルクプリンの上にココナッツが乗ってますね。甘い。わかりやすく甘い。うん。ラマダンの家族の食事っていうから、みんな揃ってね、挨拶をしていただくもんかなと思ったら、もう、速攻お父さんが食べ始めて、みんなわらわらと集まって食べて、で、食べ終わった人からどんどんね、どっか消えていって、いつの間にかね、みんないなくなったという。なんとも不思議なラマダンの食事でした。いや、しかし、味はね、最高。ごちそうさまでした。ちなみにラマダンの期間中は特別に放送されるドラマとかがあるそうで、まあ、そのラマダン期間中娯楽メディアも楽しむというのが、こちらのスタイルのようです、まあ、それがまあ一つの楽しみっていう感じでね、ラマダン特番みたいなそういう感じなんでしょうか。 Thank you. シュクラン。سلام سلام ラマダンの期間中は子供たちも結構夜遊びに出歩いたりとかするので、まあ、その子供たちの足元が暗くならないようにということでランタンを吊るすようになったというそんな話があります。まあ、なのでラマダンの期間中はこうランタンを飾ったりとか、そういうスタイルらしいです。